そう、優斗がね、決まったんですよね、F 棟に。どれぐらいですか、もう10年ぐらい海外いたのかな。そうですね、多分10年ぐらいいたかな。今年はね、海外組が日本に戻ることが多かったのは、やっぱそのサッカー界ね、経済的にめっちゃ厳しいんですよ、多分。バルセロナとかの噂も結構厳しいっていう話も聞くし、で、多分ヨーロッパに残りたかった選手も多かったと思うんですけど、日本で。その日本に戻った選手で。まあ、言うともしかしたらその一人だったかもしれないですけど、多分相当、どのクラブも、やっぱお金も出ないし、で、ね、選手たちも、まあ、それで生活してるわけなんで、やっぱ、最終的に家族もいる選手も多いし、まあ、厳しい、まあ、苦渋の決断っていうのは、まあ、なんかその、日本に戻ることが、またその、なんか妥協したっていう見え方もされるのも選手たちも困るんで、そういう言い方は絶対しないでしょうけど、でも多分、理想はやっぱりヨーロッパに残ることだったっていうことで、まあ結果的にいいオファーが来なかったっていうのは事実あるでしょうね。長友選手の好きなところを教えてください。またどちらの方が負けず嫌いですか？長友選手の好きなところ。ピュアですね。ユートの好きなところはピュアなところかな。で、どちらの方が負けず嫌いですか？まあ、ユートの方が負けず嫌いじゃないですかね。